政治に参加しているという自負や実感はありますか？ね、なかなか皆さん首を縦には振ってくれない。ないですよね。日本は国民を政治に参加させないような仕組みになっています。なぜか政治に参加するもしくは選挙に行くだけでもいいんですけど、その選挙に参加するもしくは行政に参加するための情報が与えられてないからです。皆さんは日本にいくつ国政政党があるかパッと答えられますか？日本にいくつ国政政党があるか、答えは10です。この間までは9だったんですけど、参政党という新しい党ができたので10個になりました。選択肢は10個しかないわけですよ。じゃあその10個しかない選択肢のそれぞれの政党がどういった歴史を持っているか、誰が作って何をしてきたのかっていうことがざっと説明できますか？まず主要な政党、自民党ですね。自民党はいつできたんですか？1954年から準備が始まり、1955年にできてますね。ちなみに統一教会ができたのも1954年です。自民党と統一教会はほぼ同時期に作られたんですね。以来ずっと関係があるわけですよ。メディアはそういったこともしっかり言いませんね。ね、今議員がなんか挨拶に行ったとかですね、応援してもらってるとか、いやそれ今の話なんですかと、1955年からやってますけどという話じゃないんですか、ね、誰が作ったんですか自民党は。ウィキペディアに載ってますね。 CIA が作ったって書いてありますよ。自民党は認めてないそうです。でも、1950年に朝鮮戦争が起きて、ね、それまで日本は侵略戦争をしたんだと思ってたマッカーサーも、共産主義がバーッと北から攻めてきてですね、あ、日本は共産主義の方をしっかり戦ってたのかということに気づき、ね、1945年以降日本国内でもある程度自由にさせてもらってた共産主義者がですねチェックされるようになったんですね。逆コースってやつですよ、ね、でこれはいかんぞと、日本がこのまま放っておくと共産主義の波に飲まれるかもしれない、反共の砦を作らなければいけないということで保守合同させて作らせたのが自民党じゃないんですか。そうですよね。それ以来ずっとアメリカとの、ね、関係を大事にしながら、ね、反共というものも大事にしながらやってきた、それが自民党ですね。ちなみに自民党を作った人たちの何人か、まあ、例えば岸信介さんがいいんじゃないですかね、分かりやすければ。もともと戦犯としてそのブリズに入ったんですよね、刑務所に。処刑されたのは東条英機さんたちですね。 A 級戦犯、 B 級戦犯とか言われますよね。つまりアメリカに頭を下げなかった人は処刑、アメリカと協力してやっていきますよと妥協した人は釈放されて自民党の中に入ってたんじゃないんですか。そういうのが日本のこの戦後の政治のスタートです。そして1964年に公明党ができてますね。はい、もともとは創価学会が母体です。創価学会はもともと創価教育学会と言いました。教育団体でした。それを3代目の池田大作さんの時に政治の方に持っていったんですね。あそこの一つの目的は反共です。反共、反共産主義、共産党が弱者救済という形でどんどんと支持を広げていくと、もう一つ弱者救済の党を作らなければいけないというような思いもあって作られたのが公明党じゃないんですか。他には立憲民主党、国民民主党、その前は民進党、その前は民主党、民主党の前は社会党、ね、社会党も1955年体制の中で自民党といい塩梅でやってきたわけですよ、ね、絶えず自民党に憲法改正をさせないぐらいの議席数を維持しながらですね、確かな野党としてやってきたわけですよね。それがソ連の崩壊等でどんどん崩れて、そして寄って立つところをなくして、もう社会党だけでは成り立たなくなった。それで自民党に組み込まれてしまって、そしてもう中で分裂してしょうがない、ね、そういう社会主義でやってた人たちと、あと自民党に入れなかった人たち、日本新党とか作っちゃった人、自民党が出ちゃった人たちですね、その人たちが作ったのが民主党ですよ。で1回政権を取ったけどグダグダで3年で崩壊で、その後看板掲げたのが民進党でもうまくいかない、そして割れたのが国民民主党と立憲民主党ですよね。で立憲民主党と国民民主党の違いは共産主義とどこまで協調できるかです。立憲民主党は共産党とも手を結びます。国民民主党は結びません。なぜか、国民民主党の背景には自動車労連とか電力労連がいるからですね。だから電力会社の応援を受けてるから反原発っていう人たちは組めないわけですよ。共産党反原発でしょ。だから国民民主党は共産党とは組みません。立憲民主党はある程度歩調を合わせることができますということとかね。
で共産党は日本で一番歴史ある政党ですね。今年結党100周年ね、もともとソ連のですねコミンテルが広がり、まあ、レーニンが作ったロシア革命レーニンです ね、そこから中国共産党に流れて、中国共産党の支部としてできたのが日本共産党ですよ。100年前に日本で一番歴史の長い政党です。もともとはそのロシア、ソ連と連携してやってきたけども、1960年ぐらいから元を分かって、で独自路線に走り始めたわけですね。そうやってピークの時はかなり議席持ってたんだけど、もう今に20議席多くですよ、ね、どんどん高齢化していって、それはもう 今のですね、共産主義って言ってもそれは日本人は響きませんよ、ね、最初の頃は、ね、天皇打倒とかを掲げながらですね、一生懸命あの皇室や天皇陛下いらないんだということを声高に叫んで当選拡大してたんですね。でももう今それが合わない。でこれから共産党どこに行くのか僕も分かりません。でリベラルで政府に対して自民党に対してすごく厳しくて、で若者受け皿になってるのが令和新選組ですよ。でさらに、まあ、よく分かんないのが NHK 党ですね。NHK を壊してくれればいいんですけど、それ以外のこといろいろやってるので、何がしたいのか最近僕もよく分かりません。ね、別に僕ら一切攻撃もしてませんでしたけど、だって NHK のね、僕そあのあれおかしいと思ってますから、だからそこに関して制度改革ってあればいいことだなと思ってましたけど、なぜかですね、NHK だけじゃなくて賛成党まで攻撃してくるからですね、はい、それ意味が分からないと思っているというところです。まあ大体こんな感じですよ、日本の政党って。こういうことをみんながちゃんと分かってるかっていうことですね。こういうことが皆さんが基礎教養としてあって、初めて自分はどこの政党と親和性があるかな、どこの政党だったら、ね、自分たちの一票預けてもいいかなというようなことを、みんなが今僕がさらっと話した感じで理解してないといけないんですよ。こういうことを本来教えるのは学校教育ですね。外国だったら今僕が話したぐらいのことはですね、もう中学生ぐらいで教えてますので、そういった中で各政党のね主義主張を理解し、そして学校の中でディベートするわけですよ。自分はどこの政党がいいと思う、この政党は合わないと思うとかですね、そういうのを普通にみんなでディスカッションして、そして自分はこの政党に親和性があるなとか、そういうスタンスを決めていくんです。で、それを話すことに対して誰も違和感がないわけですよ。でも日本はどうですか、新政党の話なんかしますか、皆さん。しない。もうみんな黙ってますよ。政治と宗教の話はするなって言われている。そんな民主主義の国あるんですか。政治の話しちゃいけないんですって。おかしいでしょ。おかしいんですよ、我が国は。これぐらいのことはみんなの一般常識じゃないといけなくて、その中で、ね、自分たちがどういうスタンスでどう国の未来を考えていくか、どこの党の政策に乗っていくかっていうことをですね、ちゃんと考えないといけない。そして自分たちが、ね、思ってたのと違うことをされた時には、国民が政党をしっかりとですね、まあ、糾弾というのことは悪いけれどもチェックかけて方向修正しないといけないのに、そもそも国民一人一人の軸がないから、政治に対する、政治がもう勝手に糸の切れたタコのようにフラ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 言ってるわけですよ。そして国民の方を見るんじゃなくて、自分たちの背後にいる組織、労働組合だったりアメリカだったり中国だったりね、そういったものを思惑に忖度しながら、うまくメディア等と連携して国民の目くらましをしてきてやってきてるんじゃないんですか。ほら、だからもう皆さん政治に冷めちゃったんでしょ。どうせ俺たちの方なんか見てないし、好き勝手やってんだからやらしとけよというような気持ちになってね、戦後78、多い時は8割ぐらいみんな投票行ってましたよ。戦後でもそれがもう今 50% 切っちゃってる。半分以上の人が政治に関心も期待も失ってるんですよ。自分たちが動いたところで、ね、何も変わらないっていう諦めてる。そういった状況が出来上がった中で言ってた。